どう生きたいのかっていうのは目的地であって、うん、どう生きるのかっていうのは手段なんだよね、うんうん、何時に打ち合わせしてもらっていいですか、うん、やだお前の仕事には感動がない。Ladies and gentlemen, welcome to North Village。そういう目で言うと今住む場所を選べるようになりそうです。仕事も好きな場所で自分で時間を選んでやるっていう、自分で一日のスケジュールをアレンジ設定することができるような世の中になりつつあるっていうのは、逆に言えば学徒さんがやりたいようにやっていたものに時代が追いついたっていうことなんですかね。そう、うん、もっとやりやすくなるよっていう話、うんうん、常にずっと住む場所を探してますもんね。そう、じゃあもっと言うけど、これ先行利益になると思わない？うん、そうですね。例えばそれを求める人たちがバーッと出てきた時に、うん、はい、もう20年前からやってます、うん、やり方聞きたいですか、うん、そうですね、教えましょうか。だって350カ国ぐらい行ってますよね。70カ国350都市。あ、そう、350都市ぐらい行ってますもんね。350都市ぐらいもう回った。で、例えばやり方が分かりません。何を一番最初に置けばいいですか、うん、重要なのは何ですかって聞かれた時に、あなたにとってのプライオリティってどれですか、うん、あなたにとってのプライオリティは何ですか、時間ですか、時差ですか、物価ですか、食事ですか、住む環境ですか、大きさですか、気候ですか、宗教ですかって、いろんな問題があるじゃん、うん、でそんなこと考えたことない人たちだよ、みんな。そうですよね。だけど経験してきてるから、うん、教えるっていうこともそれも利益につながるし。そうですね。そう、だからさっきから何回も言ってるけども、適応が早くできた人たちっていうのはそこに伴う先行利益を得られるチャンスがめちゃくちゃあるってことなんだよ、うんうん、それをフォローする側になりたいのか、自分で先行利益を得る側になりたいのか、どっちですかって話、うんうん、そうですね。だそもそもじゃあ自分の思考の中にこれは譲れない、これは重要というプライオリティのものが明確にあって、目指しているものがあれば勝手にそこに対する行動を誰よりも早くしているから、そこにそれによって先行者利益を得ることができるということですよね。そう、自然な流れでしょう、うん、じゃあ第一歩はそれを明確にするっていうことですかね、そのプライオリティを。そう、うん、どう生きたいのかってことにつながると思わない？そうですね。じゃあそのどう生きたいのかっていうことにつながるんだけれども、どう生きたいのかっていうこととどう生きるのかっていうことに大きくつながっていて、うん、どう生きたいのかっていうのは言ったら結果だよね、うん、目指すもの、うん、なりたいもの、なりたい自分だよね、うん、どう生きるのかって、そこに必要なのが思考になる、うん、なるほど。だから分かりやすく言うと、どう生きたいのかっていうのは目的地であって、うん、どう生きるのかっていうのは手段なんだよね、うんうん、なるほど。そこにたどり着くまでの、うん、で、そのたどり着くまでに使うその手段っていう意味、手段っていう言い方と、あと道のりっていう言い方があるけれども、うん、思考っていうのはそういうもの、うーん、道のりも例えば普通の本来の物理的な話で言うと、そこにたどり着くまでに車で行くのか電車で行くのか自転車で行くのかでは全然違うよね、うん、そうですね、内容が変わる、うん、それが全て思考っていう、うーん、手の伸ばし方みたいな感じですかね。そう、うん、なるほど、なるほど。今回の学徒超思考術っていう本の中では、うん、いろんなケースにおける学徒さんの考え方が、まあ、Q&A を含め入っているんですけれども、うん、まあ、その中に、まあ、特にその若い人たちに向けたような質問等々もたくさん入っているんですけれども、でそれはもう前作のその学徒の勝ち方のところから、いわゆる結果の出し方であり行動がいかに重要かっていうことであったりとか、うん、じゃあその行動を
は何から生まれるかって言ったらやっぱり思考であるっていうところから、学さんの考え方をできるだけ紐解ければなっていうようなところで本が展開されているんですけれども、ちょうど昨日うちの編集と編集部の人たちと話をしていた時に、若い人たちに、学さんのまあ後輩であったりとか今の若い人たちにも向けたメッセージになっている本だと思うんですけれども、一緒に編集に携わらせていただきながら読んでいたら、あれ、これまさしく自分に言ってくれてることじゃないかなって思うような、昨日ちょうどそんな話で盛り上がってたんですね。例えば GACKT さんが言う環境を変えるっていうところで、例えばじゃあ移動するんでも飛行機でエコノミーに乗るのかビジネスクラスに乗るのか、ホテルはどこを選ぶのか、レストランはどこを選ぶのか、それによってまず環境が変われば出会う人が変わるぞとか、まず自分から話しかけてみるとか、いろんなものがあるときに、それこそ GACKT の勝ち方が生まれるきっかけになったマレーシア行きの飛行機の中で GACKT さんと出会って、でそこから面倒を見ていただいて、結果本が生まれて今度2作目が生まれるっていうふうになったんですけど、これまさしく、まあ、自分で編集をしておきながらあれですけど、自分に向けて書いてくれた本に読み取れるというか、でもその時に、でもこれって例えば飛行機で出会いました、で結果でも面倒を見てもらえたのは、まあ、もちろん飛行機に乗ってたのは自分ですけども、そこでGACKTさんと知り合えて、でその本が生まれるまでの間にGACKTさんのその他人を受け入れる間口っていうんですかね、がないと何もそもそも始まってない話ですね。もちろんそうなんだけど、うん、じゃあ同じ飛行機に乗ってる人は全員僕と仲いいのかって話。そうじゃないですね。違うよね、うん、今まで僕と一緒に仕事した人たちってのは死ぬほどいる、うん、その人たちと僕ビジネスやってるかっていう話、僕の近所に住んでる人たちと僕は顔も知ってる、でも僕と仕事やってるかっていう話、出会ったからそれが起きたんじゃないんだよ、出会いはチャンスだよ、そのチャンスを手にできたかどうかの問題、じゃあ今回のこれで言うと何がポイントだったんですかね。自分のことで言うのも何なんですけど、まず一つ言えるのは、例えば今回ね、僕マルタにいるよね、で僕は、まあ、結構人を試すようなことを言うじゃん。そうですね人の行動力を試すようなことを言うじゃん、ポロッと、冗談で、冗談に取れないと思いますか。要は何て言うかな、脅しのように命令でもないし、オーダーでもないし、そうしてくださいっていうふうに決めてるわけじゃないよね、だから冗談で結構な人に言うんだよ、同じようなシチュエーション起きるの、例えば傭兵から連絡があって、学さん時間作ってもらえませんか、打ち合わせ、そう、これ日本でいろんな人から言われるんだよ、そうですよね、ごめん時間ないわ、そう答える、実際ないから、ああそうですかって、じゃあいつのタイミングだったら時間ありますか、海外だったら時間あるよ、もうすぐ向こう行くから、これ大体みんなに同じこと言う、で「ああそうなんですね」で終わる人が半分以上、じゃあ次に日本に帰ってきた時に時間ください、これが半分以上、で残りの半分が「ああじゃあちょっと時間調整させてください」って言って場所も時間も聞かない人たちがほとんど、残りの半分ね、その中の一部が「どの国ですか?はい」マレーシアって行けるんですかね、僕マレーシア住んでるから、って答えてくる人たち、いや例えば傭兵のように「いやマレーシア行きたいな、でもちょっと今ロックダウンだからマレーシア僕入れないですよね、残念だな、他の国だったらいけるのにな」っていう人、なんかついさん聞いた話ですねで僕は彼らに「マレーシアじゃないよ、マルタ、マルタ共和国、ロックダウンないからおいでよ、僕が行けるってことはお前も来れるよ」
はい、って言って一番最初に来たのが傭兵なんだよ。なるほど。つまりこれ何が言いたいかというと、うん、さっきのまず先行利益もそうだし、実際に来て実際に来た時にね、本当来たんだ言ってましたねってなるよね僕からしたら言ったら別に日本に帰ってからでもできる仕事でもあるし、できる打ち合わせでもあるし、日本ここじゃなきゃダメなのかって厳密に言うと、でもズームでもできる。ああまあそうですね。だよね、うん、でも情熱は違うよね。僕の受ける感動が違うもん、うん、わざわざこのね時間をかけて、時間がいかに大切かっていうのは僕は理解してるから、うん、その時間をかけてわざわざ来れるかどうかわからないと思っている不安の中で普通にチケット買ってはい乗りましたじゃないんだよ、うん、もしかしたら来れないかもしれませんっていうリスクもあるわけじゃん、うん、それも背負って、はい、来たっていうことに対する敬意はあるよね。あそしたらそれに対して僕はそこまでやってくれるんだったら、うん、僕もここまではやるよっていうことにさせたのは傭兵の行動力だよ。うーんでこれをアナログではなくデジタルだけで済まそうとする人たちもいる、うんうん、いついつ時間あの打ち合わせしたいんで、うん、回線つないでもらっていいですか。なるほどなるほど。やだいつ空いてますか。いつかな、うん、なるほどなるほど。そうだから僕は何が言いたいかというと、うん、先に見せてくれたから、うんうん、だからその見せてくれたことに対して僕はいいよじゃあ僕の時間をあげるよ。だけど普通の人そうじゃないんだよ、うん、普通の人は当たり前のようにいや便利な世の中ですからズームつなげば打ち合わせできますし、うん、何時に打ち合わせしてもらっていいですか。うーんやだなるほどなるほど、うん、あのズームいいや。え何ですか。時間ありませんか。うん時間ある。じゃあいいじゃないですか、うん、僕にその気がないああなるほど。だから僕が日本に帰ってきて、僕が日本に行って、うん、次のタイミングでね、僕が日本に行った時に、うん、僕をその気にさせてみたら、うーんお前のその仕事の仕方はお前中心だろって、うん、お前が僕に合わせろ、うーんもしくは僕の心を動かしてみろ、うんうんお前の仕事の内容には心がない、うん、もっと言うとあのもう少し分かりやすく言うとお前の仕事には感動がない、うん、だからお前と仕事をしたいと思わない。仕事をするってことは僕の大切な時間をシェアするってことになる、うんうん、でその大切な時間をシェアするのと出てくる利益のバランスを考えた時に別にお前じゃなくていい、うんお前と一緒に仕事をしたいっていうふうに思わない限り、うん、僕はそこに感動が伴わない、うん、だってその程度の利益だったら自分で作れるから。でお前じゃなくていい、うん、お前はお前の利益を上げたいから僕に仕事を一緒にやりたいって言ってるけども、うん、それはお前の都合でしょって、うん、お前の都合で僕に言ってるのに、うん、なんでお前は僕に感動を届けようとしないわけ、僕を動かそうとしないわけ、うん、お前めちゃくちゃ面白いやつだね、一緒に仕事しようぜって、うん、なぜ僕にそういうふうに持っていこうとしないわけって、Don't forget to always walk on the wild side.